皆さん、こんばんは、ちひろでございます。今日もね、エルダースクロールズオンライングレームの続きの方を、やっていきましょう。と、うん、いうわけでね、やっていくんですけど、いつもというか、このシリーズね、なんだろう、生配信で、ちょっと皆さんにお届けしようかなと思ってたんですけど、ちょっとね、私、体調を崩しまして、ちょっとね、なんだろうな、ずっと下痢なんですよ。うん、で、ちょっとトイレに行ったり来たりしながら、の生活をしているもんですから、うん、ちょっとね、生放送でやらかす可能性がありますんで、ちょっとね、放送の方に切り替えて、ちょっとやらせていただこうかなと思ってます。まあ、体調が戻ったら、また生配信の方で、皆さんとね、一緒に冒険するみたいなことをしようと思ってますんで、よろしければね、それまでちょっと、少々の間、録画の、動画で、よろしくお願いいたしますというわけで早速やっていきましょうかね。ちょっとね、なんだろうな、昔私30代前半ぐらいにね、大腸、S 字結腸という、それこそ腸の最後の方ね、うん、まあそこをちょっとね悪くしまして、ちょっと大きな手術をするみたいなことあったんですけど、まあ、それに至る過程とちょっと似てましてね、症状がいろいろと。まあ、腹が急に、うん、まあ、いつもの腹痛と違うような痛みだったりとか、まあ、下痢が続いたりとか、うん、まあ、熱がね、突然、意味のわからない高熱が出たりとか、うん、ちょっとね、なんだろうな、心配ですね。またなんか、大ごとにならなきゃ、ちょっと大事な時期なんで、私もあんまりね、休みがちになるっていうのはちょっとちょっとどころじゃないね、結構問題あって仕事先でちょっと目をかけてるんですけどね。ここは間違いなく原始で見た場所だ。通り抜けてこの先を偵察しよう。あれなんだね、表のクエストを受けちゃうと同時進行になっちゃうと、こう NPC が2人出てきて同時に喋り出すみたいなことがあるから、あれなんだね、どっちかしかこの洞窟内で反映されないんだろうね、きっとね。で、前回は表で出たクエストを、うん、が優先されたと。多分そういうことじゃないでしょうかね。さて、ちょっと待ってね、装備の確認。ちょっとね、なんだろう、まあ、空いた時間を使ってというか、うん、ちょっとね、オートマトンセットを取ってきました。うん。まだ強化とか全然済んでないですし、あとは編成ね、ちょっと待って。このね、二輪ホールド、この武器のダメージは 15% 増加するみたいなね、うん。こういう、特性を変化させる、うん。まあ、システムがあるんですけど、うん。これね、うん。まあ、今決定的アルティマ獲得時に 20% 確率で追加獲得ができる。だからアルティマ取った時に 20% の確率でちょっと多めにもらえるよと。アルティマが溜まりやすい、うん。あんまりでもこれ、おすすめじゃないのかな。うん、たまにか早いといいんだけど、うん、20% ってあんまりな確率な気がするんだよね。で、追加獲得がどれぐらい追加できるのかっていうのもわかんないし。あとこれ、適切さ、ロール回避とダッシュの消費が 4% 減少する。まあ、縦だから別にいいのかなと思って、防御系でもいいのかなと思うんだけど、どうせだったらこれもなんだろう、まあ、ムンダスにするか、なんだろうな、ブロックの消費を減らすみたいなですね。うん。にしたらちょっと使い勝手いいかもしれないね。うん。まあこんな感じでね、オートマトンの、うん、まあ斧と、うん、まあ盾取ってきましたんで、うん、まあね、こっちの体験と同じ。だからこっちのね、斧と盾、ね、片手斧と盾持ってても、ね、オートマトンのカセットセットの、セット効果が得られるよと。だから物理ダメージアビリティに武器ダメージを354加えるってことができるぞと。うん、いいよね、これね。物理ダメージですからね。アビリティの物理系のね、アビリティにも
効果が乗るよと、うん、いうことでしょうね。いや、いいんですよ。さあ行きましょうか。だからもうね、こっちでもそこそこ戦えるぞ。タンク的な動きができるようになる。さてどこ行った？こっち？このまま真っすぐ行ったらいいの？この人たちも多分同じでしょ、目的。あれでも階層が違うな、これどっちに行けばいいんだ。こ逆っぽいな、うん、こっちっぽいね。にぎやかだな、なんかにぎやかなんだよね。こうやってね、拡張パックがね、発売されるとね、まあ、行ってみたらみんなそこに行くわけですよ。でみんな、まあ大体ね、そんなにびっくりするほど離れたね、進み具合じゃないですから、大体はみんな同じようなところにいますんでね。まあそのせいでね、こういうダンジョンがにぎやかになる。一人で冒険するみたいなことじゃない状態。でそこら辺に英雄がひしめいてる。まあいいんだけどね。こっちだ、こっち向け。でこっちだ、これだ。人里離れた隠れ家。あ、次は始末してやるからな。大丈夫か、ヘノレヤン。刺されてるぞ。改めて私が戦士ではなく学者であることが証明されたな。やつも別の吸血鬼がいるとは思っていなかっただろう。吸血鬼の暗殺者を見つけたようだな。キャンプを見つけた。もぬけの殻だと思っていたが、暗殺者は物陰に隠れていたんだろう。不意をつかれた。逃げる前にひどい傷を負わせることはなかったようだ。君が来てくれたからだ。私の力ではない。幸い奴は持ち物を置いたまま逃げていった。そこで地図と文書を見つけた。傷を手当てする間に目を通してくれ。分かった、調べておこう。吸血鬼だから大丈夫だろう。ペンターチの命令。キリクリースの、送信の嵐は予期しなかった抵抗にあった。敵はこちらの動きに気づいており、我々の計画を暴露しようとしている。奴らは厄介だが人数はごくわずかだ。ああ、なるほど。リリスと私と、ね、フェノリアン。この3人ぐらいだよと。宮廷で親身に話を聞く耳を奪えば、悩みの種を一気に叩き潰せる。魔術結社は愛すべき仲間を失い、復讐を求めている。彼らの願いを叶えよ、R。R って誰だろうね。他には？あった。粗雑な地図。ここに向かえばいいんだな。これは？暗殺者の手紙。ペンターチ・コルブ。採掘者は準備が整っていつでも利用できる状態です。間抜けな鉱山労働者どもは、迂闊にも何に署名してしまったかさっぱり理解していませんし、どれだけ壮大な地が、目の前に広がっているか全く分かっていません。彼らは自分たちの仕事と秘密の保護をしっかりと行い、暗闇のもとにある私たちの秘密が発覚しないように守ってくれます。我々は定期的に労働者の補充を行っていく予定ですので、適切だと思う人物がいれば自由に職質か、錬金術師のもとに送ってください。そして儀式を行う時が来たら、彼らは私たちが必要とする力を提供するために配備されます。シスターサルダ。なるほどね。オープニングムービーでちょっとまだよく見ていないんだ、
持ってきてくれないか。ちょっとなんかチラッと見たあんな感じだ。錬金術師に多分ウェアウルフにさせられるみたいなことでしょ。君が見つけたものを見せてくれ。眩しい顔が。もちろん2枚の手紙と1枚の地図がある。手紙はどちらも吸血鬼の暗殺者に宛てたものだ。ペンターチコルブ、変わった称号だな。うん、ペンターチって俺は女王の暗殺を命じているが、言葉は伏せてある。もう一つは鉱山労働者と最後の儀式について。とても不吉だな。地図はどうだ。カーサルドにある鉱山の地図のようだ。よくわかるんだ。手紙にあったものかもしれない。そこが次の送信の嵐の標的なら止めなくてはならない。南にある鉱山へ向かってくれ。リリスに向こうで落ち合うように伝えておこう。わかった。リリスはソリチュードにいる。大きな都市を避けたいのではなかったのか。個人的なことは脇に置いておこう。うん、我々のどちらかが暗殺者を探し、もう一人がリリス・ティタンボーンに警告しなければならない。警告なら私でもやれる。そうだな。暗殺者を探すのは無理そうだ。ソリチュードへ入るつもりはない。リリスを群衆の中から見つけるのは誰にだって簡単だろう。まあね。なるほど。大丈夫か。あ、大丈夫か。176で死んだの。ちょっとなんだ。ちょっとメッセージ来た。東京都の皆様、お住まいの地域では自動車保険の加入が義務付けられています。うん、自動車持ってないです、はい、よし出ましょうか。うん、もうやることはないね。ここでね、地図に従って鉱山に向かうリリス・ダーモンと話す。あんまりちょっとだから長くやれないかもしれないですね。まあうまく区切りはしますけども、ちょいちょい離席しないといけないんで。いやーやだなー。ドラゴンボーンがいる。やっぱりスカイリムはその格好でっていうのがあるんだね。ちょっと前に再販されたあのドラゴンボーンの ですね。うん、なんだろうな、今の時代よりも1000年後の服装の方がみすぼらしいって面白いよね。何かあったのかね。うん、世界が荒廃する何かがあったのかもしれない。川渡っちゃう。渡れるかい。ここちょっと深い。うん、よし、じゃあ行きますか。南の鉱山、こっか。カースウォッチ、この辺りだね。カースウォッチ砦ってあったよね、そういえばね。あれじゃないの、違ったかな。なんか、なんだっけ、盗賊に乗っ取られてる砦みたいなところなかったっけ。あれカースウォッチじゃなかったかな。ここを通りたければ通行料を払えみたいな。あ、どうした。あんな悪に対して私たちはどうすればいいの。どうしました。アデルラインさん、私ならカースウォッチには行かないわよ。今はダメ、ずっとダメかもね。あそこに残っているのは怪物だけよ。カースウォッチで何があったの。カースウォッチの人々は心を持たない獣に変えられてしまった。うん、口が動いてる。私が街道に着くと
大きな嵐が町を覆っていたわ。大混乱よ。もう遅いのか。そして怪物がまだ生きている人を襲っていた。私は命からがら逃げてきたの。何かできることあるか。町のすぐ外で野営をしている衛兵のフェンラルを見たわ。いい人よ。町を何とかしたいって思う人がいるとしたら彼ね。できれば手を貸してあげて。分かった。フェンラルを探し出して手伝いを申し出よう。あなたは逃げてください。ソリチュードまで。ソリチュードは今のところまだ安全だ。古きカースの地ここから行ける。スカイリムチーズ、リフテン、ファルクリス。悪の巣窟にしては平凡ね。リリス、いい兆しということにしておこう。そっちから来たのか。じゃあ暗殺者はその古い鉱山に逃げ込んだのね。そのまま埋めてやりましょう。フェノリアンから話は聞いてるか。賢女が冷風が淵にある女王の暗殺者の隠れ家を探すのを手伝ってくれた。そいつには逃げられたけど、魔術結社がまだ送信の嵐を企んでいる証拠をこの鉱山に残していった。それで私たちは計画を阻止する。これでいい？うん。暗殺者に逃げられたからおそらく持ちこたえられているだろう。待ち構えられているだろうだ。悪くない。優位に立っていると思っていれば逃げ出さないものよ。ネズミを追いかけて暗がりを駆けずり回るのはもううんざり。決着をつける準備はいい？わかった。うん、準備はいい。もっと大きいトンネルならよかった。十分大きいだろう今。暴れづらいってことなんだ。あ、ブラックリーチだ。ブラックリーチは伝説上の存在であり、スカイリムの地下に広がる長く忘れられた領域である。そこには恐ろしい獣とより恐ろしい秘密が隠されている。西スカイリムの地下に広がる洞窟にはグリームが光りささぬ空洞、闇の月の洞窟、ダスクタウンが含まれている。なるほど、ブラックリーチですな。暴動なのではないぞ。あ、行けないか、ここは。うわ、だ落石に注意しろ。あ、なるほど、降りていくか。うん、降りてみましょう。そうだね。気をつけろ。あまり頑丈なようには見えない。大丈夫。リリス・ティタンボーンはボロい足場なんかにやられないわ。正直に言うと自分の方が心配だったんだが、まあいいか。めっちゃ人いる。あ、この先に洞窟がありそう。旅の頃空いてるな。ここ来たな。じゃあまたブラックリーチ。イーストマーチの地下のようね。これね、スカイリム中の地下に広がってる。ブラックリーチでは伝説は本当だったのか。だがなぜ町がある。確かに町があるね、うん、これね、ここにあのクラフト施設あるんですよ、寄生者の、うん、なんちゃらかんちゃら。これがね、ちょっとあのなかなかいいんじゃねえかと思う性能なんですわ。あのちょっと行ってみようか、うん、近くに旅の祠開いてないね。ここだ。ちょっと行ってみましょうか。あ、ちょっと待って、フェノリアンたち置いてこう、ここに。まっすぐ行けると思う。まあ、ここにあるんです、クラフト施設が、うん。ドラゴンの食欲ってなってるけど、これね、多分バグで、名前の表記がちょっと違います。こっちですね。寄生魔術師、こちらです。これはね、ちょっとセット内容見てみましょう。作成。
これね。2アイテム揃えると、まあ両手武器であれば、まあ、杖を持ったらもうここが開けますね。呪文ダメージで3アイテムで、呪文クリティカルで 4セットで、うん、3ダメージとか言ったの3セットね、4セットで、最大マジカが上がると、うん、ちょっと待って、これあれだな、スイッチが悪い、これにしとけば多分今のレベルで、うん、の数値出てくるね、うん、で112ジムクリティカル726、うん、最大マジカ956で5セット揃えるとダメージを与えるたびにマジカを55回復する。この効果は 0.25秒、うん、つまりだから1秒、まあダメージを与えてるんだから、あのそうだねまあでもそんなに、うん、まあでもそうか、同時に当たったらこれどういうカウントされるんだろう。25秒だから1個しかカウントされないか、範囲に同時にダメージ当たったら、まあでも範囲ダメージで相手を攻撃してる分は多分結構な感じで、うん、まあ回復していく。だから1秒ごとに200近いものをこう回復していくんじゃないかなと、うん、結構な感じですね、うん、結構マジカが、うん、あの抑えられるんじゃないかな、マジカの消費をね、うん、これいいなと思ってて、あのこっちもいいんですよ、あのセット5セットまでの性能もバランスよくて、ダメージクリティカル、まあね、最大のリソース、この3セット好きで私、うん、バランスいいなと思ってて、これなかなか汎用性のある、うん、セットだなと思っててね。しかもあの特性を3個あの研究しておけばこれ作れるんですわ、うん、だから初心者にも、ね、始めたばっかりの、ね、あのマジカプレイヤー、マジカビルドの、うん、まあ、プレイヤーさんにはちょっとこれおすすめじゃないかと。3セットぐらいの研究だったら多分2日あれば多分できると思うんで、まあなんかね、あのまあ難しいか、いきなり5セットを3セットね、5セット分をこうね研究3つ終わらせるみたいな、難しいかすぐには。まあでもそれにしてはまあ敷居が低い、うん、性能の割にはね、大体あんな感じだとね、あの5とか9とか求められるもんだけど、まあこれをちょっとご紹介したかったってだけですだがなぜ町がある、スカイリムに関して調査したとき、もちろんブラックリーチの伝説も耳にした。だが本当に見るとは思わなかった。なんという広さだ。暗殺者の隠れ家で君が見つけた手紙は地下の闇の採掘者について触れていた。それがこの場所だろうか。この手紙によれば魔術結社は労働者をさまざまな用途に用いていたようだ。なるほど、暗殺者が魔術結社と協力する吸血鬼クランの一員なら、うん、この常世の地に勝る隠れ場所はないそうだね。ほとんどの鉱山労働者は自分が何に巻き込まれているのかも分かっていないだろう、うん、鉱山の町を調査するべきだと思うか。ああ、君とリリスで調べてくれ。ここが暗殺者を見つける最も有力な手がかりだ。鉱山労働者が少しでも吸血鬼の行動に不審を持っているなら、私がいると話がややこしくなる。なるほど。君たちが町を調べている間にやるべきこともある。見当がついているのか。あ、なんか話飛ばちゃった。私は見つからないように辺り一帯を調べる、うん、リリスと一緒に町を調査してくれ。終わったら町の向こう側で会おう。情報を交換するんだ。研究にはブラックリーチの伝説が含まれていると言ったな。何か知っておくべきことあるか。伝説のほとんどは馬鹿げた迷信だ。だがあそこはかつてドワーフに支配されていたという。それが本当なら遺跡があるはずだ、うん、怪物についても多くの物語がある。青白い野生の亜人、巨大な虫などだ。油断するなよ。元スノーエルフたちだね。
またブラックリーチか。イーストマーチからこんなに遠くまで広がっているなんて、あんなところに人が住むなんて信じられない。まだ吸血鬼の暗殺者が見つからない？そう。でもあんたの見つけた証拠は、奴がここのどこかにいると示している。鉱山労働者が何か知っているかもしれないわ。でも何が起きてもいいようにしておいて、ここは待ち伏せしやすいから。ではどう対処する？手分けしましょう。あたりを見回って聞き込みをするのよ。暗殺者がここを通ったんなら、誰か見た人がいるかもしれない。騒動に巻き込まれたら呼んで。でも合流するまで独断で動いちゃダメよ。別れた方が本当にいいと思うか？その方が広い範囲を探せる。それに一人の方が集団よりも怪しまれにくい。どっちかが危機に陥ったら、もう片方が助けに行けるしね。うん。町の近くにはいてよ。完全に離れ離れになるのは避けたいから。確かに。よし、行こう。ポケットマンモスが多すぎる。あそこか。これは栄光のために。これバトルグラウンドだ。なるほど。あんまりクエストと関係ないですね。コンテンツの導入のお知らせ。いやーすごいね。ここが鉱山の町みたいになってんだね。うん。まあよくよく考えたら、ブラックリーチって確か東スカイリム側にあるよね。我々がね、よく見てたブラックリーチっていうのは、東スカイリム側のね、ブラックリーチで、西スカイリム側、うん、にも実はあるんだと。それが、グレイムーアなんですよ。また罠か。いうことなんだ。あのバカ二人は全ブラックリーチにこんなものを仕掛けたのか。なんかちょっと思い出すな。これダガーホール編でやってたら、罠師の二人出てくるんだけど、もしかしたら。足元に気をつけろよ。ゴーストハンターと名乗る二人組がそこら中に罠を仕掛けたんだ。連中はこの鉱山に取り付く霊魂を捕まえるためだとか言ってたな。やつらめ、すぐに出てかなかったら尻に蹴りを入れてやる。なぜゴーストハンターたちはここに来た？敵が来た。ブラックリーチは臆病者には向かない場所だ。ここに初めて来た時は動物の襲撃で死人が出たんだ。それはもう大丈夫なんだが、今度は鉱山労働者が何人か行方不明になったと、みんな騒いでやがる。作業員がフラフラとどこかへ行ってしまうなんて、よくあることだけどな。なるほど。ではゴーストハンターたちは不要だと思ってるんだな。いや、妻のエレが奴らを雇ったんだ。これでみんなが安心すると言ってたが、あいつらは事態を悪化させただけだ。お前は腕が立ちそうだ。奴らの正体が詐欺師だと暴いてくれれば、エレも奴らを追い出すだろう。どうだ、金は払うぞ。できるだけのことはしよう。霊魂を追い回してるバカどもは集落にいる。おそらくさらに罠を仕掛けてるだろう。あいつらの罠を踏んだ作業員は塗料をかぶった上、もう少しで足が切り落とされるところだったんだぞ。ショールの骨にかけて、妻があのバカどもを雇っていなければ。なるほどね。行方不明の鉱山労働者が行き着く先について心当たりあるか？ブラックリーチは過酷な場所だ。少しでもあそこにいればすぐにわかるだろうよ。残念ながらそれを忘れて探検しようとする者もいる。その後そういう連中は二度と見かけなくなることが多い。なるほど。行方不明の鉱山労働者が単に迷ったと思っているのか。迷子になって食われたというところか。なるほど。出なけりゃ暗闇か孤独か日照不足にやられたか、うん、我々はここで安全に過ごす方法を学んだが、何でもかんでも守れるってわけじゃない。人の心となればなおさらだ。注意するんだ。まあいろんなクエストを受けながら行きましょうか。ファルメルいるな。
ファルムレが普通にいるな。綺麗なとこだね。なんかいるぞ。やったわね、クラウディナ。見事な仕事よ。クラウディナ。フィービー、お客様よ。あ、こんにちは。あなたってかなりがっしりしてるのね。罠のことで来たんなら心配ないわ。クラウディナがみんな直したから。あれ全然違う人だった。本当に上手なのよ。今日は誰も引っかからないってほぼ絶対に約束できるわ。罠は何を捕まえようとしてるんだ。もちろん霊魂よ。理想的には気の毒な人々を苦しめている霊魂ね。師匠と私はここで起きた謎の失踪事件を調査するっていう重要な仕事を任されたの。ちょっとした専門家なのよ、超常現象のね。なるほどね。何かを見つけた。ハラハラするくらい真相に近づいてるわ。クラウディナは長年この仕事をしてる専門家よ。私はただの見習いだけど、これまで私たちが解決できなかった事件はないの。ダスクタウンはもう安心よ。監督官を立ち去ってほしいようだったぞ。立ち去る？うん。全貌の解明まであとちょっとなのに。もう少し時間があれば。ああ、人手ももう少し欲しいかしら。あなたはとても有能そうね。協力してくれたら問題もすぐに片付くはずよ。興味はない？クラウディナならきっと報酬を支払ってくれるわ。実際には何をすればいいの？霊魂の活動が報告されている場所を特定したわ。なるほど。これがクラウディナのメモよ。ここに罠を仕掛けて霊魂を捕獲する可能性を高める。そして行方不明の鉱山労働者に何が起きたのかを突き止めるの。興奮するでしょ。なるほどね。鉱山労働者には何が起こったと思う？わからない。前は事件の結末を考えてみていたんだけど、ほとんど当たってなくて。クラウディナは憶測に飛びつくなって言ってるわ。事件はそれぞれ違っているから、違った手法を取るべきだって。とにかく行方不明の人たちの無事を願ってるわ、うん、一体何者なの、あなたたち。私は大したことないのよ。魔術師だったんだけど居場所がなくて。そこにクラウディナの評判を聞いたの。彼女の仕事に惚れて押しかけて助手にしてほしいって頼み込んだのよ、うん。ではクラウディナは何者なの？彼女の偉業はとても語り尽くせないわ。クラウディナは超常現象の研究で有名よ。輝かしい経歴の持ち主で、業績の多くは本にもなってるの。ぜひ読むといいわ。私のヒーローよ、うん。どうやって説得して助手になったんだ？大変だったわ。クラウディナは一人で事業を立ち上げた。夫が死んでからはその財産で研究を進めてて、それからずっと独身なの。でも若くて熱心な助手がいてもいいって思ったんじゃないかしら。なるほどね。これがクラウディナ。フィービーに協力を頼まれたのね。協力に感謝するわ。この仕事に取り組む覚悟はできている？責任は重大よ。ここで働く人たちの恐怖を和らげなきゃいけない。これは私の一生の仕事なの。軽くは考えないでおいて。何者ですか、あなた。私はクラウディナ・イルデーン。時には早すぎる死を迎えた愛する者とその家族を再会させ、時には邪悪で狡猾な霊魂を古代の遺跡で追いかける、超常現象と奇妙な出来事の専門家よ。なるほど。ブラックリーチで何をしてるんですか？フィービーと私は必要ならどこへでも行く。仕事柄奇妙な場所に行くのは珍しくない。さすがにここほどの場所はそうそうないけどね。迷える霊魂はどこにでもいるわ。山の頂上にも地の底にもね。ここでは何が起きてると思う？うん、まだ答えられないわ。仮説はいくらでも挙げられるけど、断言するにはもっと証拠がいる。ここでの仕事が終わったら好奇心をいくらでも満足させてあげられるけどね。今はまだただの可能性に気を取られるわけにはいかないから。なるほど。で、罠を設置すればいいですね。なんて心躍る事件。この展開を書き留めておかなきゃ。今は集中してフィービー。時間は後で取れるから。怒られて。こんなところに設置して大丈夫？
絶対やるでしょ、危ないでしょ、ここ人が歩きそうなところに設置するな。この上ん？どこ？ここじゃないの？下の層みたいなの？この辺り。上っぽくないけどね。別の場所行ってみようか。ここですよ。あ、でも罠を置くってあるな。あー、なんだあれ、なんだマーカー出てないんだ。じゃあさっきのところにあるな、きっと。この辺り。あ、設置してる。あ、ここだ。もう一回置こう。この上だぞ。この上？いけるの？いけるんだ。下だな。よしよし、ずるっとずるっといったらダメージない。あ、ちょっとあった。ここに置く。で、フィービーと話す。フィービー可愛かったね。なんでブレトンの子たちはあんなに可愛い子たち多いんだろう。バビアン司祭とかね。ただもう私の中で一番のブレトンはやっぱりガブリエルのガブちゃんね。戻ってきたのね。戻ってきたよ。罠を仕掛けられた。罠は設置した。お見事ね。素質があるわ。この仕事に人生をかけてみようって思わない？思わない。本当にやりがいがあるし向いてると思うんだけど、とにかく全部設置したと聞いたらエレもきっと安心するわ。エレとは誰だ？エレビターブレイド、ダスクタウンのトップよ。彼女に雇われたんだけど、うん、少し前にエレの夫のウールバル監督官に鉱山から締め出されちゃって、それからどうも疑われてるみたい。罠の設置が終わったって彼女に報告して取りなしてもらえない？なるほど、エルと話そう。あ、本当にありがとう。クラージナと私は霊魂の対処は得意なんだけど人の相手は全くなの。なるほどね。私たちが全力を尽くしてるってエレに伝わればきっと安心してくれるでしょ。鉱山のすぐ外にいるはずよ。なぜ鉱山から追い出されたの？罠について言ったことを覚えてる？鉱山の親方がちょっと事故を起こしちゃって。でも危なくなんかなかったのよ。彼の足はすぐに外せたし塗装も落としたもの。罠も直したけど鉱山には入れてもらえなくなったの。うん。足を切り落とす寸前だったって言ってた。クラウディの手順をもっと話して。全部書き留めておきたいの。クラウディアの仕事っていう本だね。これね、うん、あそこに鉱山があるんだ。なるほど、確かにそれっぽい。みんなここにいるな。あ、なんかあるね。
これあれだな、メインクエストの方だ。ロラ、邪魔するってんなら他のやつにしな。シフト中に終わらせなきゃ監督官に皮を剥がれちまうよ。左目に眼帯してるものを探してるんだ、見なかったか。なあ、私を噂好きのおばちゃんか何かだと思ってんのかい。そうだと思ったね。監督官は私らに目隠しをしてここへ運んだんだ。周囲の観察をされたくないんだよ。なるほど、目隠しをされたのか。あんたはされなかったのかい。へえ、これまで監督官とその嫁さんはここの具体的な場所と鉱山街を秘密にしようと血眼になってたがね。なんであんたは特別扱いされたんだい。別に連れてこられたわけじゃないからな。眼帯をした男を探してるだけだ。うん、そんなやつは知らないよ。さあシャベルを取って手を貸しな。やる気がないってんならとっとと消えるんだね。仕事を失うわけにはいかないんだ。なるほど。なんかちょいちょい赤いオーラ出るんだけど、なんだ、誰かに見られているのか。あっちにもいるな。張り紙だ。これは何だろう。すべて鯉物収集家に次ぐ、すべての鯉物収集家に。あなたは鯉物の情熱を注いでいますか。古代の遺物に心が躍りますか。寝るのを忘れるほど文化や歴史に惹かれていますか。手を汚す作業は好きですか。鯉物収集家協会は胸躍る新たな機会のために有能な学者、考古学者、探検家を求めています。世界を見よう。忘れられた遺物を取り戻そう。古代の謎を解こう。土から何かを掘り出そう。該当する方はソリチュードにあるグウィリム大学北支部にいる、ベリタヌミダまでご連絡。ヌミダ、どっかで聞いたことある名前だな。歴史に名を刻みましょう。あ、なんかどっかソリチュードでなんか建物入った時にいた人だな。ヌミダさん、美人だとか言ってた人だね。レジナスブーカ、どういうこと。レジナスブーカ、ほい。高い教養と秘術に対する、将来の才能を持つ方のみ応募してください。私の時間を無駄にしないように。ヌミダさんだね、これね。 VN。 へえ、なんだろうね、あれ。何なんだろうね、あのマーク。なんか特別ななんかでしょ。ガルフ、ダスクタウンには来たばっかりか。あんたそんな顔してるぜ。まあね。まあどっしりと構えておきな。どうせ契約が終わるまで外には出られねえ。どうせなら快適に過ごすべきだ。違うか。ここの囚人なのか。囚人だって。いやいや、何を言ってんだい。仕事が終わるまでここにいて、ここのことは漏らさないって契約にはサインしたけどな。それ以外の点じゃビターブレイド採掘者との専属契約は美味しい仕事だよ。眼帯をした男は降りてこなかったか。そんなの見てないよ。ああ、でも亡霊や怪物なんてのも見た覚えがないな。町はその話で持ちきりだってのに、うん、まあいいや、ともかく歓迎するぜ。頑張ってほろうな。亡霊と怪物。おいおい、噂を恐れるなって。甲府ってのは迷信深い。それにこんな地下深くにいると感覚がおかしくなってくるもんだ。ダスクタウンのことやビターブレイド採掘者の仕事について不安があるなら聞いてくれ。そうだな、ここで盗賊が隠れられるような場所を見たか。あんた妙な質問をするな。確かにここは犯罪者のために作られたような場所だ。トンネルに地下墓地、ドワーフの遺跡、周囲から隔離された場所だらけだしな。だが心配すんな、ここは俺たちしかいない。そういったことにはエレがちゃんと手を打ってる。なるほど。あ、リリスがいるぞ。時間の無駄だわ。あの連中はここで何が起きているのか見当もついていない。バカになることも契約の一部なの。あんたは何か分かった。眼帯をした男を見た者が誰もいないんだ。誰も見ていないからって奴がここにいないわけじゃない。まあね。
徹底的に探す前にフェンと話しましょう。ひょっとしたら彼の方が運は良かったかも。フェンは町の反対側で会おうと言っていたぞ。なるほど、影に隠れているのね。案内して、ついていくわ。私はでもその前にちょっとやらなきゃならないことがあるんだが。そういうとこ乗りたがるよね、プレイヤーさんって。これだ。あ、この人が。グルモグ、お願い、警戒しないで。だがアゲラン隊長が行方不明なんだ。誰が守ってくれるんだ。守ってもらう必要なんてない。我々は安全だ。そんなことはない。この場所には何か邪悪なものがある。次に狙われるのは俺たちだと言ってますよ。調査が早く終わるといいんだけど、仕事があるのよ。罠の設置が終わったと伝えに来たんだ。あなたもあの女の助手？いい？あの二人は雇われた時、心配ないから任せておけって受け負った。でもまた行方不明者が出たわ。みんな恐怖のあまりパニックを起こしてる。誰がいなくなったの？町の衛兵、アゲラン隊長よ。最後に確認されたのは管理事務所で、それから配置に現れなかった。急に消えてしまったわ。他の失踪者と同じ。どこかをさまよっている可能性は？ないとは言わない。でもアゲラン隊長が仕事を投げ出すとは思えない。ゴーストハンターを手伝いたいなら事務所を調べてみて。作業員たちが怯えてしまっているから、少なくとも何らかの説明をしたいと思っているの。分かった、事務所を調べよう。鍵を持って行って、それで中に入れる。でも鉱山は調べないでほしいの。今朝の事件の後、ウールバルは下に作業員以外を入れたくないと言っていたから。みんなの安全のためよ。うん。ここで本当は何が起きてると思う？今の時点じゃ全てが私を引っ掛ける壮大な冗談だと言われても信じてしまうわ。なるほどね。単に鉱山労働者がふらりといなくなっただけなのか、邪悪な霊魂の仕業なのか。急いでこの件を解明しないと事業は完全に潰れてしまうわ、うん、採掘者についてもっと詳しく教えてほしい。この事業は夫と一緒に始めたの。私たちの目標はブラックリーチという新しい地で一旗あげることよ。この混乱で破滅せずに済んだらだけどね。数日前だったら率直に目標を語れたでしょうけど、今では全く先が見通せないわ。この人たちは分かってないのかな。あ、後ろに後ろ盾が。エレが分かってないだけなのかもしれないね。旦那はそっち側の人間かもしれない。これが事務所か。ここよ、クラウディナ。住民によるとこの場所でアゲラン隊長が消えたそうよ。先に来てた。鍵がかかっているわ。中に入る方法を探さないと。実は鍵を持ってきましたよ。ちょうどいいところに来てくれたわね。調査が行き詰まっていて。エレとの話はどうだった？彼女は事務所を調べるために鍵をくれた。まあすごい、素晴らしいわ。もう別の入り口を探さなくていいのね。あなたには素質があるってクラウディナにずっと言ってるの。どんなことでもうまくこなせるし、あなたが儀式に参加すると思うとドキドキしちゃう。どんな儀式だ？羨ましいわ。これが初めての体験だなんて。簡単に言うとね、アゲラン隊長がここで消えたなら、ここで起きたことの霊的な残滓が残っている可能性があるの。儀式でそれを捉えるのよ。なるほど、では手伝おう。さあこの魂召喚の笛を持って。魂召喚の笛。私が塩を撒いたら笛を吹いてね。ここに霊魂が残っていたら音が隠れているものを引っ張り出してくれるから。責任は重大だけど、あなたならきっとやれるわ。これ本当にうまく働くのか。状況によるけど、うまくいったのを何度も見てる。耐え難いほどうるさがる霊魂もいるけど、音へとても素直に反応してくれるのもいるのよ。でもこれを無視できる超自然の存在はそういないわ。なるほど。なんか嫌な音するんじゃないの。だは協力よ。そう思わない、クラウディナ。何かあるわ。よし、気付け薬よ。笛の用意をして。
笛を使う。今のを聞いた？階段の上よ。階段の上。ゆっくりね、フィービー。慌てずしっかり注意するのよ。あのカゴが動くのを見た。どこ？あのカゴ？このカゴを調べたらいいの？猫。猫よ。フィービー、待ちなさい。猫よ。結論に飛びつくなといつも言ってるでしょ。猫よ。レコンじゃない、猫よ。で、フィービーはどこ行った？あれ、どこ行った？クラウディナ、フィービーはどこ行ったの？やがて正気に戻るから心配いらないわ。あのカゴからは何が出てきたの？猫が出てきたよ、うん、他になんか調べることある？静かにして死者が目を覚ましてしまう。なんか誰か喋ってるな、下で。ヌジメ、誰かのヌジメか、これ。フィービー、エレはブラックリーチで奇妙な説明できないことをたくさん見ているはずよ。私の研究にもってこいだわ。ジョーさんが早く終わるといいんだけど、仕事があるのよ。すいません、少々お待ちください。表かい？ここ？ちょっと待ってね。メモを読むっていうのあるね。見落としてるのかな。見落としてそう。ここにメモがあるっぽいよ。ここにメモがあるっぽいんだけど、私にはメモが見えてない。他のプレイヤーさんもそうなんじゃないの、これ。ここうろちょろしているけど、そんな気がしますね。これはこれ、ちょっと待って、一回読み込み直しましょうか。アドオン全部切ってみようかな。どうだろう。この辺りにメモが下なのかもしれないな。いや、見えてないね、私には。どうしたもんかな、これは。まあ、ちょっと最近こういうことはありがちなんですわ。もしかしたらリリースがいるからかもしれないしね。ちょっとメインの方を進めてみましょうか、先に。まあ大体はこういう拡張パックがね、来たらね、大体最初はもうデバッカーの気持ちでやるみたいなね。デバッカーズのバグを見つけ出す人ね。テストプレイヤーみたいな感じです。多分リリスがいる可能性がある。リリスがいるから本来出てくるべき人物が出てこないのかね。
ということなんじゃないかなと勝手に思っております。こっちにいるのか。あ、いた。こっちだ。こんな人たかりの中でいい時に来たな。眼帯をした吸血鬼を見つけた。おお、さすがだな。魔術結社の魔女と会っていたんだ。その魔女はこの周辺に魔女の長槍を設置するようすぐに手下へ命じていた。やつらどうやって地下に嵐を召喚した。魔法を使えば不可能はない。急げば被害が出る前に送信の嵐を止められる。今はリリスとも別れて進んでくれ。魔女の長槍をすべて破壊するんだ。魔女の長槍を探している間何をやるつもりだ。私は女王の暗殺者と魔術結社の魔女を追う。君は送信の嵐を止めることに集中してくれ。わかった。その後で合流しよう。共に吸血鬼や魔女と対決するんだ。わかった。魔女の長槍は私が片付ける。よし、東に行って。あとは任せた。あとは任せた。合流よ。わかった。これだね。ちょっと霧のいいとこでちょっとやめましょうかね。ちょっと熱が上がってきた感がすごいある。すいません。でかいなこの人。ハイエルフか。そんな別に剣じゃなくてもいい。剣じゃなくても斧じゃなくてもいいんじゃない。剣でバーってやったらいいんじゃない。パブリックダンジョンがここにも。あ、クエストだ。これだな。で壊す。律儀に。でフェノリアンと話す。どっちに。これ道じゃね。送信の嵐を生まれる前に阻止できた。どこ行った。うまくいったようだな。ちょうど例の魔女が儀式を始めたとき、吹き消されたろうそくのようにマジカが消失したんだ。魔女と暗殺者はカグンサムツへと逃げていった。ドワーフの遺跡のような場所だ。そこで奴らを追い詰めよう。まずリリスを探すのが先じゃないか。時間は無駄にしたくない。遺跡に向かってくれ。私はリリスを見つける。そこで君と合流しよう。なるほど、私に先にやらせようと思ったな。遺跡はダストタウンの南東だ。先に着いたら中に入って私たちが来るまで入り口を見張っていて。わかった。そのドワーフ遺跡で会おう。それが終わったら今日はそこまでだ。これか。道があるようでなかった。明日だ。ほっよっよいしょ。ん、ここなんかある。なんもないわ。ただちょっと降りたところにある通路だ。クエストあるな。ケルバーンの作業リスト。今日の目標、採掘サンプルを見つけてダスクタウンにいる高きイングフレードに持っていく。イングヤへの使用完成させる。
ラクリーチの奥深くお前の私の心を盗んだ。そして私は奥へと叫ぶ。あなたも桃をもぐ深く願う。何これ。あ、ちょっと待って、なんだろうな、暗号なのかな、もしかしたら。みんな同じ格好してやってるね。カグンサムツ。ブラックリーチのダスクタウン洞窟南東にあるこのドワーフ遺跡はカグンサムツと呼ばれ、以前は地下王国の大ドワーフの都市の一部だったと思われる。しかしルエマーに関するあらゆるものと同様、真の目的は謎のままだ。着いた。暗殺者を探しましょう。先に待ってたんじゃないの君たち。そんなに広くはなかったね。助かるわこれは。よし、気をつけろ、他の吸血鬼の気配がある。いるぞここに。送信機だ。奴らの儀式を止めた。どこか他の場所から連れてこられたに違いない。このまますぐでいくかな、うん、何かあるか。こんなことで計画を止めはしない。ペンターチ待て。遺跡をやめる気はないのか。こいつだな。長いこと手間をかけさせたな。シスターサルダがエグザーチを復活させるだ。なんだこいつ、変化した。女王の分よ、卑怯者。シスターサルダを探そう。まだ生きてるな。生きてるのかこれ。食われた後みたいな感じになってるけど。楽しみだ。期待で牙がうずくよ。消えたなこいつ。よし、よし、なんもない。中の様子を、鍵は任せてくれ。なんだあれ。エグザーチよ、今こそ蘇るのだ。エグザーチ、なるほど、そういう。ジンゴリス、ここはどこなんだ。灰の王が命じられた。我らは生きるぞ、ウルフラ。生きる、どうやってだ。アイスリーチ魔術結社があるでしょ、ウェアウルフ。誰のレシピかお忘れかな。侮辱する気はなかったの、エグザーチ。私ら見張られてるよ。
サルダ、灰の王が次に求めるのは聖骨箱一つでは済まなかろう。さっさと侵入者を始末しろ。さもなくば送信機の中に放り込むぞ。出てきなさい、スキーバー。このシスターサルダが相手になるわ。さっさと降参しないとシスターがどんどん犠牲になるわよ。後ろの3体なんだ。絶対動くだろう、あれ。で、開いたのか。別にここ行かなくてもここ通り抜けたらいいんじゃないの。ほら。まあいいか。絶対に破ってはいけないルールなんだな、きっと。扉を通る。後ろのが気になるな。よし、やるぞ。シスターを殺したのはお前なの。お前が死んでも報復してやるわ。そうかい。生きて残れたらな。あ、やっぱり読みがやらそうとしてるな。あ、これくっそ。無敵状態だ。このボーンたちを倒したらなくなるんだな。そう、なるほど。うっ、消えた。ボーンたちをやったらいい。痛い。こんな時に食事切れた。ありがとう。フェンが回復してくれる。よいしょ。どこ行った？いた。はい。もうすぐにだな。すぐに新しいの呼ぶな、こいつ。よし。他の二人を追いましょう。結局出てこないのか、お前ら。冬の王子の椅子を占うことができるみたいなこと言われたぞ。見失った。まったく、あの吸血鬼とウェアウルフはとっくに消えている。ツインガリスにウルフラって言っていたわね。それに妙な肩書きも持っていた。エグザーチってどういう意味？灰の王についても話していたけど。ええ、聞いたわ。でもそれが誰なのか何なのかわからない。フェンなら私たちが見たものの意味がわかるかもね。私は一度中に戻るわ。残されたストーンハスクをよく見ておきたい。なるほど。何をすればいい？儀式の場所はフェンと一緒にじっくり調べておく。あんたはソリチュードに戻って母親を殺した暗殺者を片付けたってスバナに伝えて。知りたいはずよ。いいえ、知る権利がある。分かった、スバナに知らせてくる。スバナは寂しいトロールに置いてきたわ。あのモーグとかいう酔っ払いの多くに世話をさせている。あいつが私の警告に従っている限り姫はそこにいるはずよ。ここでやるべきことが終わったら町でまた会いましょう。うん、まあ、いいか。君も見ただろう。あのウェアウルフは象を蛇のように脱ぎ捨てたぞ。ずっとあの石の中で起こされるのを待っていたのか。それとも儀式の影響であの中に召喚されてしまったのか。
らないことだらけだ。どっちかわからないね、確かに。シスターサルダはここで何をしていたと思う？儀式なのは明らかだ。キルクリースの祭壇を覚えているか？壺、いや、聖骨箱と石でできた大きな器の破片を見つけたな。あれはストーンハスクの残骸だったんだろう。手法はわからないが、これはすべて送信の嵐につながっている。ストーンハスクと送信の嵐はどうつながっているんだ？送信の嵐の目的は送信機を作ることだと踏んでいたが、今では単なる副産物だと思っている。魔女はウェアウルフのウルフラを呼び出した。嵐は何らかの方法でその力を集めたんだ。ウルフラは自身が蘇生されたと考えているようだな。蘇らせたってこと？そんなこと可能なのか？魔法が関係しているならどんなことでもあり得るな。リリスと一緒にこの辺りを探してからムジョレンのところへ戻る。魔女の長槍の残滓を徹底的に調べるつもりだ。それで儀式の仕組みがわかるかもしれない。彼らはエグザーチと灰の王について言及していたけど、どういう意味かわかるか？灰の王についてはわからないが、エグザーチについてはバンコライの巨大な墓で起きた事件の後に聞いたことがある。古代の軍で使われていた階級の名前だ。兵士たちは不浄の墓に埋葬されていたが、遺体がここに持ち出された。ああ、そういうことなのか。そういうことなのか。バンコライの巨大な墓でに埋葬されていた聖骨箱をこのブラックリーチに運び出していたんだ。それがあのあれだね、あのレッドガードのあの密輸船団。彼らは知らなかったんだろうね、そのことを。聖骨箱をどん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 、だから このブラックリーチに集めてたんだということなんじゃない。だから古代の軍を復活させようとしてるってことじゃないの？グレイホストだ。吸血鬼とウェアルーフの混成軍で、第一期にはハンマーフェル中で暴れ回った。やっぱりな。記憶はあまり残っていない。埋葬地すら謎のままだった。エグザーチとはおそらく将軍のような階級のことだろう。なるほど。誰かがグレイホストを蘇らせとしたということだな。それはわからないが、魔女とエグザーチの会話を聞く限りそのような印象を受けた。ジンガリスとウルフラについてもう少し詳しく分かればいいんだが、ハイノーについても。だからこそ儀式の場所を調べたい。残滓を調べることで本当に儀式のことが分かるのか？理論上はな。私には錬金術の知識があり、ムジョレンはリーチの魔法に精通している。儀式に使われた材料が分かれば何か突き止められるはずだ。なるほど、話がちょっとだけ分かってきたね。送信の嵐を妨害する、これはあれだね、デイリーみたいなやつだね。確かに。とりあえずスバナと話すところで終わりましょうか今日は。その前にあれだな、あっちの今やっとソロになったからちょっと行ってみましょうか。このこっちの、ゴキブリがいるよ。どこに？これ？これクモ。もうゴキブリをインタラクトしたような気がしてたな。これか。これゴキブリ。ゴキブリだな、でも確かに。さっきクモいたとこじゃないの？なんか湧くのかな、ここに。あ、捕まった。
忙しいのがわからないのか。あ、いた。待て、装飾が27箱、鶴橋が15本、手押し車が5台、新品の止血帯が42個。よし、いいぞ。やるべきことがたくさんあるから、あまり時間がない。なんだ。ケルバーンの死体の近くでサンプルを見つけた。死体だと？そうだろうな。あいつは無能だった。いつだって俺たち労働者より優れてるって選ぶってたが、サボるしか能のないやつだった。いいだろう、サンプルの報酬を渡そう。彼が死ぬと思っていたのか。ああ、それがどうした。あいつは遅かれ早かれ死んでた。仕事を無理に押し付けたわけじゃないから罪の意識も感じない。サンプルを渡してとっとと言ってくれ。サンプルを受け取れ。じゃあ、ちょっと待って、話は。さて、お前はこのバッグ向こうへ行け。無駄話をしてる暇はない。愛想が良くないようだな。やれやれ、採掘は大変な仕事なんだ。特にここではな、タフなやつしか生き残れない。愛想笑いはやめて、さっさと立ち去った方がいいぞ。感じの悪いやつ。さて、戻ってるかな。いや、見えてねえな。多分ここにあるんだろうね。いや、ないですわ。みんなも多分調べているんだろう。ちょっと今日はここまでにしましょうか。これ表に出たところで終わって、次回始めた時に、まあ、読み込み直してますからね、一回ゲームを通して、それをちょっと期待しておきましょう。じゃあちょっと今日は短かったですけれども、まあ動画も編集してね、うん、もうちょっとコンパクトになると思うんで、ちょっと短かったですけども、今日はちょっとここまでにして、次回体調がもうちょっと良くなってから、うん、次回だからちょっと間が空くかもしれないですけども、申し訳ないです。よろしければね、続きの方のご視聴も、よろしくお願いいたします。というわけで、お疲れ様でした。ごきげんさよなら。お疲れ様です。Sky of bread of tainted stars. Evil stirs, and in its wake the souls of mortals sway. And so our tower of gold.
Beauty of dawn.